どうもこんにちは、メタルゾンビチャンネルの渡部です。今回はですね、エディウスでマルチカム編集をするときの設定についてご質問をいただきましたので、その回答をしてみたいなと思います。今こちらにですねカメラが、5カメ分ですね、すでに、まあ、トラックに並んでいるんですけれども、この状態でマルチカム編集をしようと思って、画面をですね、マルチカムモードに切り替えたときにこちらの画面にですね3カメ分しか表示されないということですね。でここでどうしたら5カメ分ちゃんと表示ができるのかということでご質問いただきました。ではですねそのやり方を解説してみたいなと思います。こちらのですねモードというメニューの中にカメラの数というのがあります。今ですね3プラスマスターという風になっているんですけれども、今回5カメ分ですねこちらに並んでいる5カメ分表示させたいので、5プラスマスター、こちらを選択します。そうするとですねここに5カメ分がですね表示されました。そしてですね、こちら再生をさせながら、クリックしていくとですね、このように、カメラの切り替えを記録していくことができます。そして今回ですね5カメ分なんですけれども、さらにカメラを増やしたいということであればこちらのカメラの数というところで最高16カメまでですね増やすことができますので、こちらをですね選択すれば16カメ表示ができます。またこのカメラがですね表示されないという時があるかと思います。その時はですねここですね見ていただくと今ここに C の1、C の2、C の3、C の4、C の5というふうにあるんですけれども、これは今表示が出ているようにカメラの割り当てですね、こちらがですね選択されていないときにはこのようにですねトラックには乗っていてもここに表示がされないということになります。ですのでその場合はですねここうっすら C というのが見えているところ、ここをクリックして割り当てをするとですねこのように表示がされます。カメラの割り当て2っていうところに今選択されてるんですけども、こちらがですね、他のところ例えばカメラ13に割り当てというふうにすれば、ここに表示されたりとか、しますので、その辺は、好みによって、変えるといいと思います。ということで、今回は、以上になるんですけれども、このチャンネルでは、動画編集やカラーグレーディングについての、情報をですね、発信しておりますので、また何かですね、わからないこととかあれば、コメントとかですね、いただければ解説をしてみたいなと思います。あとですね、今後、対談とかもですね、ちょっとやってみたいなと思ってますので、まあ、Zoom を使っての対談になると思うんですけれども、もしですね、対談を YouTube でやってみたいという方がもしいらっしゃったらですね、ぜひコメントもしくは、直接メールとか、いただければなと思います。ということで、今回は、以上となります。